今回は関東に34店舗を展開する整骨イングループ骨ごりの。安倍孝太郎社長をゲストにお招きして、ブランディングのビフォーアフターを具体的にお伺いします。安倍さん、こんにちは。こんにちは。安倍さん、あの私の経営塾に長年ね、0人ぐらいでずっと参加していただいてるんですけど。はい、まあ、いろんな経営の議論を重ねてきたんですが、はい、今日は安倍さんのところの。 ブランドをね、はい、今までどうだった、それをどう変えた、もうここだけ集中して、わかりました。話聞かせてください。はい。まず最初に骨彫りの紹介をお願いし,願いします、はい。よろしくお願いします。我々あの東京神奈川え埼玉に針灸整骨院、針灸針と灸とあと整骨ですねえ。の整骨院が34店舗展開している整骨院グループでございます。社員数は？今は500あのパートさ もうアルバイトも含めて500人ぐらいですね。うん、250人、250人ぐらいの組織です。うん、売り上げ30億程度です、ね。30億整、はい、骨院、えー、っと私が言ってるマッサージ、うん、いろいろあるじゃないですか。はい。そこの業界用語はあまり知らないんですけど、はい。どんなのがあってどう違うのかちょっと説明してください。あ、整骨院と接、うん、骨院と、えー、骨熱技っていうのはこの三つは全部同じ。 あの資格の柔道整復師という国家資格者がえ掲げられる看板になります保険聞くのはい保険聞くとこですねなるほど、はい。接骨院整骨院骨継ぎというこの3つですね、うんうん、で整体院と、うんえー、カイロプラクティックであったり、うん、マッサージというのは、えー、保険の効かないお店で,で資格国家資格が、えーまあ、民間の資格って,いうっていう感じでしょうかねあの国家資格ではないという感じですね というのは患者さんから見たら何が違うんですか、こっちは気持ちよくなる、こっちは骨が折れたら治るとか、はい、ちょっともう少し説明しまあ、そうです、ねまあ、治療で保険が効くというのはやっぱ痛みがあると保険が適用されたりするところでありますのでそういうところとでやっぱまあ整体院とかだとどっちかというとこう、えー、矯正で体の姿勢を治すとか、うん、その痛みとかには関与しないというのはそここのの違いいかなと思いますね、うん、このコロナの厳しい中でも売り上げが上がったんでしょ。 どううやってああげたんですかそうですすかそねあの、うんまあ、コロナになって、まあ、だいぶライン数患者様の数が減りましたので、うん、どうすっかなってもう原田さんにいろいろ考えろ考えろというところでいろいろ考えましてまず今までこう日曜日っていうのをずっとやってなかったっていうのがあったんですけど、うんうん、日曜日をこうやって、うんうん、今まで平日 1, 1日平均5人ぐらい減ったものをこう日曜日にこうスライドしてで社員もあの ちゃんと施術できる状態環境を作ってですねで営業時間を伸ばしたというような形を取り組みましただから回転時間ね回転時間ですねこれだけ全部、はい、チャンス変わりますからね、はい、まあ他にもいろいろやられたと思いますが、はい、今日はもうブランディングの話をします、はい、じゃあ安倍さん、はい、今までのホームページだとかチラシだとか店舗のデザインのイメージをまず見せてください、はい、今までいま、はい、今まで,ですね今ではもうこういう骨ゴり整骨院グループというのとこのゴリラの マークで。何でゴリラなんですか。ええ、骨ゴリっていう、あの。そこから来てる。はい。オッケー。それで。はい。これこれは。こちらが、あのホームページ。になりはい、ホームページになって。まるでスーパーマーケットなんですか。ね。まず目立つという認知っみたいなところ。がありまして。だけどさ。はい。現職ばっかしだよね。ね、いろんな色が。で、これ、私のマーケティング講座で、絶対やってはいけない。ポスターじゃないですか。スリッ。 いっぱい詰め込んでね。そうです。そう,そうお客さんこんな全部見てくれないんだ。はい。はい。トーン＆ンマナーもこれなんだ鍵の百頭版のお店せかって感じだよね。<laughs> ですね。そうですね。すみませんね。はい、どういうこと言って。それをこういうイメージをどう変えたか。はい、そうですね。じゃあもうあとは紙芝居で。はい。まあこういう分析したんだよね。 そうです分析して、はい、まあ 3C 分析だとかステップ分析だとかスワット分析、はい、こういった難しいことを知りたい人は私の講座に来てください、はい <laughs> はい、そこは別もう、まあ、飛ばしましょう、はい、で結果、はい、どう変えたかはい、はい、ここからどうぞ、まあ、骨ごりってどういうところっていうと一言でやっぱ「らしさ」っていうのをもっとはらかにいろいろ無形の価値というのをよく言われてですねほ、うん、の,の成功という何が違うんだとやっぱりこ骨ごりってったらチーム力 みんなでこうやっていくぞという,こうパワーみたいなものとあと来ていただいた方が元気もらえてでなおかつこう心に寄り添って前向きになれるというところをやっぱこう価値としてもっと提供していこうということでです阿部さんね、はい、送り手のそういう理屈っていうのはお客さん誰も聞いてくれないの、はい、お客さんに何が見えてどう反応するかもうそこだけ、はいはい、したがって思いとか説明はなしにして。はい ただ見るだけ。これ会社のロゴでしょう。全然変わったでしょはい、全然骨ごりということで。これね。はい。会社のロゴ。はい。先ほどのゴリはもう。こういうアイコンになったんだ。はい。こういうアイコンに変わりました。ね。はい。他社には絶対真似できない。はい。で、年代も多くの人に。魅力がある。速力がある。はい。はい。こういう。アイコンね。可愛いね。はい。こんなよに使えるように。 でこういう遊び心がある遊び心あってね。これは何ですか。これはですね、実物大で物体作ったんだ。はい、作って本社にあの2体置いてありまして2メーター、2メーターね。2メーターでのものが実物大が。一体いくら？一体80万。80万、80万円。イメージで考えてます。はい。これは何ですか。これは名刺になります。なんで名刺もこうしたんですか。名刺も。 すべての顧客接点がブランドにつながるしたがって名刺も人選もということでしょお店の BGM もね、匂いもスタッフの挨拶もだからユニフォームも書いてあるんでしょこれ名刺ね便せんこういうとこがかわいいよねかわいいですねこれが先ほどの2ーの。 実際に本社に置いてあるんだ。はい。オッでこれは店舗。でこれがこれがお店の本社ですね。これが。本社ね。はい。お店のデザインもこういう風に変えていくんです。変えていきますね。こういったフーンドバーでね。そうですね。これが本社ですね。エントランス。エントランス。はい。受付ね。はい。これがお店の中。はい。これえっと診療台だ。そうですね。これも本社ですね。研修施設ですね。ここ。研修施設。はい。オッケー。これは？これも本社になります。本社。はい。 でもお店もこういうトワードの、お店もこういう感じですね。はい、変えてきます。これも本社になりますね。なるほど。はい。これがこれも本社になります。本社。はい。これが店舗デザイン。ここから店舗。はい。目立つよね。目立ちますね。やっぱりね、店舗って視認性が大事なのよ。はい。マクドナルド看板なんて前から見ても横から見ても遠くから見てもってめっちゃチェックしますからね。はい。はい。やっぱり黄色。黄色。これこれは店舗。はい。 この青と黄色ね。はい。これ上りですね。上りだはい。上りですね。これユニフォームですね。これでね。はい。一体感出ますね。一体感ね。うん。オッケー。診察券ですね。診察券。はい。なるほど。お守り。お守り。交通事故の治療もされしてますので、交通事故で無知打ちとかそういう治療をお客さんに配るんです。そうですね。こうお守りとして持って、もし交通事故されたらそれは素晴らしい。素晴らしいアイテム。これは？これはティッシュ。車に入れといてくださいと。 なるほどい店舗が多いところだとあの結構車でにあの骨彫りのティッシュが置いてあったりするんで、うん、あっ金さんだとかっていうのはこういうのでこれはバリューブックですねお会社のバイブルだはいバイブルですどこの会社も理念ブックってあるでしょ、はい、スタッフ、はい、これ毎日見るようにせんてあるんですよ、はい、これ毎日見,見て何かちょうどやってるんですかそうですねこれから作って全社に渡して 声に出して読ませなきゃだめこれがメモ帳にしたらですねメモ帳ね右下に格言書いてまして私の原田ゴルクも入って原田ゴルクも一文入って入れさせいらっし使っはい。ブランディングをするのは手段であって目的はまず売り上げ上がることですよ集客力人材採用に寄与する顧客満足度売り上げ 採用離職率も低下。はい、そういうねブランディングをしていくというのは代理店に頼めば素晴らしいデザインしてくれるけど、うん、何のためにやるいくらお金を使うその結果何どんな効果が出るかそれをちゃんとビフォーアフターで測んなきゃいけないですね。はい、一店舗いくらかけるんですか 1店舗、えー、看板と床を変えたりとかって、全部でだい500万か600万ぐらいになります34店舗、どれぐらいの時間かけて全店入れ替えるんですか 2>,、えー、2, て ?2 年間かけてやろうかなと思ってます。何で2年もかけるんですか営業時間を延ばして、うんえー、ブランディングをしてブランドを変えようと思ってたりするので、うん、採用とかを考えていくと、ちょっと時間かかっちゃうというのが例えば、渋谷に6店舗あるとしますね。 1店舗2店舗リーモデルしても何の効果もないです、うん、6店舗ある日一気にドーンと変わると効果がある<ー>したがってね2年かける時もお金がない人が足りないからいっぺんに変えて集客を上げても、ね、スタッフが足りない時はどうするかっていうと34店舗をもっと地理的に絞ってこの34店舗のここの部分は一気に変える。その次に 地続きでポンと変えると<ー>いう風に変えないとさみだれ式に変えても全く効果ないんであ<ー>それは絶対計画してやってくださいね分かりましたはい今日は素晴らしい <laughs> ビフォーアフターを見させていただいてありがとうございました <laughs> ますブランディングって本当に大切なんですねこんなにもイメージが変わってしまうなんて驚きました次回は再び藤本隆博さんにご登場いただきます ここででお知らせですもっと学びたい方は原田栄子のホームページへお問い合わせください。経営塾の情報を随時お知らせしております。